釜石駅は岩手県釜石市、鈴子町にある東日本旅客鉄道、三陸鉄道の駅である。JR 東日本の釜石線、三陸鉄道のリアス線が乗り入れており、釜石線は当駅が終着駅である。JR の駅の愛称はエスペラントのラオシアーの三陸鉄道の駅の愛称は鉄と魚の町、鉄の町の玄関口として、 日本の鉄産業の歴史に貢献してきた駅舎として、2002年東北の駅百選に選定された。開業当時の駅舎旧駅舎なお、釜石東線が開業する前の1911年から、釜石大橋間には、鉱石輸送のための釜石鉱山鉄道が存在し、釜石線全通後の1965年まで運行された。同線の釜石側の駅は、 当初、鈴子駅と名乗り、後に、釜石駅と改称されていたが、国鉄釜石駅の開業に伴い、釜石製鉄駅へ改称された。国鉄時代は、釜石、宮古地区を統括する、釜石運輸庁が配置されていたが、民営化後に、北上地区へ移管された。島式ホーム2面4線を有する地上駅になっている。駅舎とホームは、地下通路で連絡している。直営駅。 釜石線営業所が併設されていた。管理駅として、釜石線の上、有住駅、長野駅間の各駅を管理している。駅舎には、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、ニューデイズ、立ち食いそばやそばどころ釜石がある。2007年12月初め、待合所が、開放型から閉鎖型に改装された。待合所の中には、 キオスクと駅舎外にあった立ち食いそば屋が入居し、駅舎2階にあったレストランは閉店した。2012年には、三陸海岸の復興支援を目的として、駅舎のリニューアルが行われた。駅のテーマは、鉄の町で、製鉄所の溶鉱炉をイメージした。外壁下部は、レンガ町で、そこから鉄をイメージしたルーバーを立ち上げている。また、入り口ゲートは、 釜の字を模した形状を連続させている。駅舎内は高天井のイメージで、乳白色のカバーで覆った LED 照明を採用している。新聞4。2018年10月29日から1.2番ホーム、及び通路のリニューアルを開始した。2019年3月上旬に完成した、報道に従来、通路からホームへは階段のみであったが、エスカルが設置された。 南部酒コンドロイチン、釜石駅時代三陸鉄道の駅としては、単式ホーム一面一線を有する地上駅。なおこの単式ホーム5番線は、行き止まり式で、森方面にしか発車できない。そのため、宮古、久慈方面へ向かう列車は、JR ホーム3.4番線を使用する。また、森方面と宮古方面を直通できるのは4番線しかなく、 当駅において、西宮湖の直通列車同士の交換はできないため、東二駅や宇宙居駅での列車交換が設定されている。三陸鉄道5番線ホームは、JR のホームとはやや離れた位置にあり、駅舎からホームへは、JR の線路を挟んで地下通路で連絡している。地下通路は、JR 構内と接続している。社員配置駅。駅舎には、出殺窓口。 自動券売機がある。なお、三陸鉄道では、改札業務を行わないため、当駅においてもワンマン列車は、無人駅同様に前乗り前降りとなり、乗車券、運賃は、下車時に運賃箱へ投入する形となっている。従来 JR 駅舎と三陸鉄道駅舎の間に、喫煙所があったが、2015年現在、撤廃されている。2009年に、三陸鉄道が当駅と、 九慈駅、宮古駅、西駅に命名権を導入した新聞5ことに伴い、同年8月に地元の水産加工会社、丸田塚麻水が1年間の命名権を取得し、駅名が南部酒コンドロイチン、釜石駅となった新聞1。2015年4月からは、駅近隣にあるイオンタウン釜石を運営するイオンが命名権を取得しており、イオンタウン。 釜石駅と称されている、新聞6。2000年以降の乗車人員の推移は、下記の通り。東日本旅客鉄道釜石線快速、浜ゆり普通小佐野の駅釜石駅三陸鉄道、リアス線平田駅釜石駅両、石駅報道発表資料、編集新聞記事、編集 JR 東日本、編集三陸鉄道、編集。ありがとうございます。